ライヒトトラクトア、または VK-31 とは、バイマル共和国時代のドイツで設計されたバイマル共和国軍及び後のドイツ国防軍の試作戦車4台のコードネームである。グローストラクトアと共に第一次世界大戦後のドイツで初めての走行車両であった。レイシュトラクターの名称は、軽量トラクターを意味する。第一次世界大戦の終了後、 ベルサイユ条約によりドイツは軍備の開発を制限されたものの、トラクターの名前のもとで取得された秘密の計画があり、これは装甲軍用車両と火砲の開発を行うものだった。ドイツは高度な秘密と安全保障のもとで1922年に調印したラパロ条約により、ソ連にてこの戦車を試験した。1926年から1933年まで、 用いられた試験設備は、釜戦車兵学校と呼ばれ、ソビート連邦の火山近郊に設けられていた。この場所は、ソ連赤軍及びバイマル共和国軍のための統合試験場、また戦車訓練場だった。施設のコードネームは火山及びマルブランドの二つの言葉をとって、釜と名付けられていたが、この理由は試験場が火山近郊にあり、 また、マルブランド中佐が試験場所を選定するよう任命されたためである。まず最初に行われたグロストラクター開発計画の2年後の1928年、クルップ、ラインメタル及びダイムラーベンツに製造が依頼され、VK31 の計画名で重量10から12トンの試作系戦車の開発が開始された。ダイムラーベンツが内部問題で開発より撤退したため、 クルップとラインメタルは共同開発に合意した。そのため、1930年春に両社が製作した試作車両2台は似通ったものであった。同年夏には車両4台を釜戦車兵学校に持ち込み、ソ連赤軍と共同で試験走行を行った。試験自体は比較的成功であったが、不十分な構造から戦闘には適さない純粋な。 試作用の車両であることが明らかとなった。1931年には289両の発注が行われたものの、新型車両である愛号戦車の設計が進んだことから、この発注は取り消された。1933年にドイツの政治状況が変わり、火山、その後、少なくとも戦車1台が記念碑としてプトロス演習場に送られた可能性がある。 1939年、第二次世界大戦の最初の年、本社はまだ訓練用の戦車として用いられていた。ライヒトとラクトアは、クルップとラインメタルによって、試作車両2両が製作されたが、両車の違いは主に足回りにある。ラインメタル製車両は6組の連成喧嘩方式の二輪、ボギー天輪を備えているのに対し、クルップ車製車両は、 コイルスプリングの二重点輪を片側6個備えており、全部と後部に案内輪が備えてあった。兵装は半自動式 37mmKWKL45 砲1門と 7.92mm の機関銃を備えていた。主砲弾は150発、機銃弾は3000発搭載できた。車体は軟鋼版で作られたともされる。 正面と側面の1 4ト、mm、ルの走行は、小銃の鉄鋼弾程度しか防げなかった。すべての試作車両のエンジンは、ダイムラーベンツの6気筒 M36100 馬力エンジンを使用していた。このエンジンは、トラック用のエンジンで、液冷式で重量が3 6 0ラムあった。燃料として150リットルのガソリンを搭載でき、聖地では、 最大 140km 走行可能であった。変速装置は ZF フリードリヒスハーフェン製である。構造はエンジンを前方に配し、砲塔を車体の後部に置いているもので、これは LK2 と類似の構成である。ありがとうございます。